幸せって何かしら。それは5月のうららかな日差し。それは暖かな家族。それは朝ごはんの目玉焼き。けれどそのどれもが天国にはないものです。幸せって何かしら。それは誰かに名前を呼ばれること。それは誰かの名前を呼ぶこと。それは誰かが自分を思ってくれること。それは何一つ神様にはないものでした。トカゲの女の子は神様のことがとてもかわいそうに思えてきました。こうしてトカゲの女の子は神様を真っ二つに引き裂いて、その片方を天国から地上へと連れ去ってしまったのです。その残酷なまでに優しい輝き、闇の中で出会うには眩しすぎる。最近猫が多いね。死んだ猫が混じっているんだって。死んだ猫はどうやって見分けるの？私が許せねえのはな、そういうわけのわかんねえ理由で他人にやっぱを向けるやつだよ。嘘でしょ？どういうこと？なんで私にこの文字が読めるの？それはきっと口止めされているんですわ。魔法のご利益って内緒にしておかないと効き目が消えてしまうものでしょ。これは何やら陰謀の匂いがするのです。どうして僕が？それこそ何のメリットもないじゃないか。あなたはあなたで、誰と一緒の時も隠し事ばっかりね。私の邪魔をしようっていうの？もう誰も恨まなくていいの。あなたは私が。助けてくれるの？あなたたちも、妖精さん。